皆さんこんにちは。2024年11月2日雨の日、第93回土浦全国花火競技大会の中止が発表されました。警備業の労働者不足により安全確保が困難との理由で延期されることもなく中止です。今回は土浦の花火が中止になることにより犠牲となった犠牲者たちを眺めたいと思います。この列車の1163M 土浦で折り返し 1180M となり品川に向かう列車です。普段は土浦で前より5両を切り離し10両で運転されます。花火大会開催日には切り離しを行わず15両で品川に向かい、大勢のお客さんを乗せて16時44分に土浦に戻ってくる予定でした。しかし花火大会は中止、通常運用に戻し土浦で切り離すようです。犠牲者にならずに済みました。天気が悪く薄暗く夕方のようですが、時刻は13時半です。案内表示には花火大会中止の案内が流れています。展示ブロックの上で立ち止まったり物を置かないように。切り離された5両が誘致線へ向かいます。1180M 10両が品川に向かいます。この空いた3番線に入ってきたのが時は43号として運転するために品川に向かう回送列車でした。花火大会のために設定された臨時特急なのでお客さんはほぼいないのではないでしょうか。折り返し時は43号の様子は11分56秒からお送りします。2番線の列車は下り列車の水戸行きです。花火大会開催日にはグリーン車付き10両で水戸に向かい、大勢のお客さんを乗せて15時47分に土浦に戻ってくる予定でした。しかし花火大会は中止、通常運用の付属編成5両ワンマン運転に戻し犠牲者にならずに済みました。この品川駅も切り離しを行わず15両で品川に向かう予定でしたが、花火大会の中止に伴い通常運用に戻っています。まもなく2番線に列車が参ります。危ないですから黄色い展示ブロックまでお下げください。現在上り列車で藤代に向かっています。車内の案内で多くの運休が確認できました。まず 9470M 取手行きの運休です。続いて 9472M、9474M、阿鼻子行きの運休でした。これにより、上り方面の臨時列車は犠牲者を回避できたことを確認できました。1175M、水戸行きです。この列車が今回の花火大会中止に伴う最大の犠牲者ではないかと考えています。
藤代駅を出て石岡駅までの 36.6km の間に3回の特急退避を強いられています。この列車に乗ってその様子を確認していきたいと思います。駅での特急退避は通常運行と変わりありません。この電車は常磐線水戸行きです。前5両11号車から15号車までは途中の土浦止まりです。次は東の牛久です。 This is the 常磐 line train for 水戸。 The next station is 東の牛久。この案内表示で 9621M 水戸行きの運休も確認できました。臨時特急以外の臨時列車は全て運休となったようです。花火大会のために運行された臨時特急ときわ41号です。指定席を発売しているため運休にはできませんよね。運休にできなかった臨時特急ときわ41号の退避を強いられた 1175M が6分間の停車を発車しました。での切り離し作業は花火大会とは関係のない日常の作業です。非常線停車中の列車は15時34分発常磐線下り水戸行きです。15時34分発、常磐線の水戸行きです。お待たせいたしました。信号が変わり次第、発車いたします。ご乗車のままでお待ちください。デストレンズバドコー、水戸、デストレンズベリングです。この電車は常磐線水戸行きです。次は高浜車庫線。これでしか行きません。夕方
ヶ崎市駅、ひたちなう宿駅に続き3回目の特急退避です。通常は龍ヶ崎市で時は65号を退避して、次は羽鳥駅で日立17号の退避となります。しかし花火大会用の臨時ダイヤではここだか浜で日立17号を退避することになります。次に通過する日立17号は土浦駅に臨時停車してきているはずです。藤代駅からここ高浜駅まで3回の特急退避をしてきた今回最大の犠牲者と思われる 1175M 水戸行きを見送りたいと思います。この列車で土浦に戻れば臨時特急時は43号の土浦到着に間に合うと思います。余裕で間に合いました。冒頭で回送として見送った列車が臨時特急時は43号、土浦全国花火競技大会43号となって到着です。まもなく2番線に特急時は74号。お客さんはどこ？ほぼ空席です。コロナ禍の特急を思い出させるようです。花火大会が中止なので空席も致し方ありませんね。この臨時特急は満席のお客さんほぼ全員を土浦で降ろすことを想定しているため、停車時間はなんと2分間です。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。1番線に停車中の列車は16時25分発特急時は43号、勝田行きです。 Thank you for riding with JR East. The train at track number 1 is the limited express に止まります。 The next stop is 石岡。発車までしばらくお待ちください。花火大会が開催されていれば大勢のお客さんが降りていたことだと思います。降りしきる雨は激しさを増してきています。この特急を見送った後で2022年の様子を振り返ってみたいと思います。後から到着した時は74号の発車メロディーの方が先に流れ始まりました。展示ブロックの上で立ち止まったり物を置かないようにお願いします。ドアが閉まります。ご注意ください。Please stand clear of the closing doors. お客さんの少ない2分間の停車はとても長く感じられました。
まるで夜のようですが、16時25分です。雨足はどんどん激しさを増してきています。終点勝田までご安全に。列車は16時302022年11月5日、土浦全国花火競技大会、開催当日、15時45分から16時30分頃の様子をピックアップしています。ご視聴ありがとうございました。